こんにちは、日本改革党靴沢です。圭一様、フレーゲル男爵様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金にさせていただきたいと思います。ご両名ともたびたびのご支援、誠に誠にありがとうございます。透析治療中のガーナ人、生活保護を求め提訴するが二審でも敗訴。過去に在留外国人の生活保護を認めない最高裁判決が出ているだそうであります。男性はガーナ大使館にも支援を求めたが無視されてるって。ガーナ大使館仕事しろよ。自国民保護っていうさ、一番大事な優先すべき大使館の職務をさ、よろねす。これを許せば世界中から病人が押し寄せるしな。気の毒だがほっとした。ガーナには生活保護ないの？自国民優先は当たり前、自分の国頼ったらいいじゃん。国益にならない外国人は帰国させるのが世界の常識だから、母国が世話するのが当然だ。ガーナで生活保護を受ければいい。日本の医療や生活保護に外国人がただ乗りするのを許してはいけない。全くだね。フリーライドって言うんですけど、そういうただ乗りの人もね。試験です。永住資格を持つ外国人には生活保護が出るんですけどね、滞在外国人はダメでしょ。永住外国人だってやるべきでねって思ってるのに、永住外国人ね、生活保護やってるのも、世界中で日本しかやってない異常事態ですよ。私はこれにも反対なんですけどね。これ許したら世界中からですね、病気で働けないって外国人が殺到しますよ。女の殺到しますよ。国民はその国が面倒見ろよ。もう、自分の国、ガーナ人はガーナ政府が面倒見ろよ。ガン無視してるガーナ大使館はですね、自国民の保護っていう大使館の一番の職務を放棄してますね。世界にはこんな無責任な国も存在するって見本になりますよね。内田真一日銀副総裁、金融資本市場が不安定な状況で利上げすることはない。しないのって思いましたけれども、ちょっとこれ見出し詐欺でした。世論です。お衣装は国に請求していいぞ。結局初心者をビビらせて損切りさせただけ。あっちフラフラこっちフラフラ、ビビったかこいつ、またアホな発言してるな、黙ってればいいのに。日和まくってて笑った。不安定にした張本人が何か言ってる。最初からそう言っとけボケが誰が儲けてるかは知らんが、露骨に操作するのやめろと文句ばっかり言ってんじゃねえよもう。皆さんね、 0.1% から 0.25% への利上げを行わないって勘違いしてるみたいなんですけれども、日経平均株価や円相場が激しく動いてる間は政策金利を現在の 0.25% 程度から引き上げない考えを示しですから、そうでなくて、0.25% 以上への追加利上げは行わないって言ってますね。市場が混乱してるうちは 2.5% 0.25% から上げないって言ってますね。なので、0.1 から 0.25 への利上げは行われますね。だがしかし市場は際限なく利上げしなさそうって反応しまして、414円高、35089円で、終了いたしておりました。円ドルは 146.44 円、外資大手のパニック円確保もちょっと収まったんでしょうかね。キャリートレード200兆円、半分ぐらいは返したんでしょうか。日本のね、低金利の円を借りて、ドルに変えて投資するってことをやってた外資大手がですね、円の利上げにたまげっちゃってパニックになっちゃって、円返さなくちゃっつって、今後もどんどん利上げされたらたまんねえということになって、円を手放して、円返すために円を確保する、円を手に入れる、ドルを売って、日本株売って手っ取り早く円を手に入れるってことをやったんで、ドドンと下がりましたけれども、そういう金がキャリートレード200兆円ぐらいあるって言うんですけど、外資が日本円借りて投資に回してる、額200兆円って言うんですけど、半分ぐらい返したんでしょうかね、この騒ぎでね。利上げ発表前は3万9000円周辺で、円は160円ぐらいでした。円が1割ぐらい上がったんで、144円、146円かに上がったんで、反比例の関係の日経平均も1割程度安くなって3万5000円から3万6000円
円程度を周回すると予想いたします。投資は自己責任でお願いいたします。もちろんですね、あの円が160円ぐらいまで戻ったら3万9000円ぐらいになるんじゃないかな、思っておりますけれども、今日の単身です。外務省、イスラエルとイランへの、渡航中止勧告レベル3、これは行くなっていうですね、で、あのその上にレベル4っていうのがあって、退避勧告、帰ってこーいっていうのがレベル4。レバノンからはそれやりましたけれども、中東やばいっすね。元からイランはイスラエルを倒すって宣言してる国ですからね、ここらの国って100年後も争ってるんだろうか、それともあの新エネルギーによってですね、石油の価値が下落して争う元気もなくなってるんだろうか、人口は減って、まあ、石油の価値が落ちると中東の人口は減ると思うんですよね。あとは武器買う金もなくなって、いう感じになるんでしょうか。パリ五輪スケートボード女子パーク競技、15歳の平木ココナ選手、嫁ねーが、銀メダル獲得。金メダル、アリサ・トルー選手、オーストラリア。銅メダルをスカイ・ブラウン選手、イギリスが獲得いたしました。この3人にはですね、なんとお母さんが日本人という共通点があるそうであります。日豪ハーフのアリサ・トルー選手、日英ハーフのスカイ・ブラウン選手、いうことですね。驚いた。日本人の DNA がですね、スケボーに激向きなのか、ただの偶然なのかは不明であります。スカイ・ブラウン選手、イギリスは日本国籍も持ってるんで、日本選手としても出てもよかったんですけれども、普段は宮崎県に住んでて、宮崎県があのスカイ選手のことも壮行会やってくれたみたいであります。これひょっとすると、あの日本に住んでないとスケボー上手くなんねえっていうことかもしれないな。金メダルのアリサ・トルー選手もひょっとしたら日本に住んでて日本で練習してるかもしんねえな。外国がそのスケボーの練習に不利だっちゅうかさ。靴沢指定難病でした。今日診断受けてて、ちょっとあの動画作るの遅くなっちゃったんですけれども、自分の細胞ですね、自分の免疫が攻撃してしまう自己免疫性疾患、全身性拒否症っていうものでした。指定難病ナンバーは51だそうであります。原因は全く不明なんですけれども、甲殻抗体っていうやつがですね、正常値の5倍以上もあってですね、自分の細胞を常に攻撃し続けているみたいなんですよ。原因となるですね、遺伝子の複数が奇跡の組み合わせになった場合に起こるのではと推定されて、います。症状はとにかく全身のすべてが硬くなる。霧島永次郎みてえだな。僕のヒーローアカデミアの霧島永次郎みてえだなーって。でね、パンフレットもいただいてきたんですけども、こんな感じね。拒否症に見られる。まあ、とにかく血管硬くなってですね、いろんな症状大きいんだって、心臓ダメになったり、肺にダメになったり、腎臓ダメになったり、今んとこそういう症状はないんですけれども、目に見える症状って言ったら、指先がすぐ真っ白くなる。冬に真っ白。冷たーくなる。今では薬で収まってるんですけど、長年逆流性胃炎に、苦しめられておりました。これもですね、食道が硬くなっているせいじゃないか、って言われました。心電図もですね、完全右脚ブロックっていう変わった心電図の特徴してるんですけど、それのせいで心臓硬くなってんじゃねえか、みたいなね。赤血球数がですね、正常の下限から下なんですよ。異常なんです、私。異常な貧血。そのせいなのかな。進行するとですね、肺高血圧症っていうのになって、死ぬらしいんですけど、肺が硬くなっちゃってね、平均寿命まで生きられそうもないっすね、これ。というわけで私今日は暗くなってるんですけど、調べたら男の症例は女性の10分の1以下でレア。女の人の方が圧倒的に多い。で、多くが中年以降に発症するんで、私のようにね、小学生から手足が冷たいって症状を出してるのはレアということで、私は激レアな存在みたいであります。だいぶ指先の骨が、短くなってるっていうんですよ。短くなってる症状の一つで、今日手のレントゲンも取ってまいりました。
これじゃあ、口先女じゃなくてですね、指短男だな、ふざけてる場合じゃないですけど、指短男です。指定難病なんで、障害者手帳もらえるらしいであります。元から私無敵なんですけれども、誰とでも喧嘩するんですけど、これでますます無敵になってしまいました。どうせ長生きしねえと。私に喧嘩打った河野太郎はね、覚悟しとけって話であります。私の血液、免疫抗体が異常に多いんで、輸血したら、輸血された方、大概の病気が治っちゃいそうだな。ちょっと寒いとですね、手足が真っ白血管、冷たーくなっちゃうんですけど、抗体がですね、末端の毛細血管を攻撃し続けた結果ですね、毛細血管がめちゃくちゃ少なくなったんだって。でね、症状進行すると、やっぱ指先が、腐って、切断ってことになるそうであります。やばいっす。冬は室内で手袋を外さなくてもですね、難病ってことで許してもらおうかな、思っております。あと手首温める器具、あるよなんて、アナログなアナログなその対症療法、とにかく寒いとこ行くと手が壊死する、いう毛細血管が少なくて、あと肺が硬くなって、高血圧になって死ぬっていうのは、呼吸できなくなって死ぬっていうのは、ちょっと恐怖ですね。なので非常に今日私、暗くなっちゃってます。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。